置いて、おー、きょるな、うまいな。あれいきなり食うな。今また弱ちゃいます。おー、きょるな。これ動かしてるわけじゃないですよね。まあ、力入れてるわけじゃないですよね。もうちょっと強しようか。あーあーきつい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 わきついわ。元気森脇チャンネル、よろしくお願いします。さあ今日はですね EMS という、うん、電気を使って筋肉を動かすような機械が、まあ、今で言うとあのシックスパッドとかいうのが結構人気だったり、ね、はい、なんですけれども今回持ってきたのがちょっと実はこれ話題になっている商品なんですけど、ルルドスタイルというちょっとお安めの商品でございまして、こちら2種類ですね、 EMS シートというものと EMS ベルトというものをご用意しました。早速体験してみましょう。はい、なんかね今まで見たことない形状なんです。なんやこれ、ペラペラなんです。ペラペラやん。でデザインもなんかもう半透明で、うん、これでそれの上で、うん、まあ、例えば腕立て伏せをしたり、うん、プランクをしたり、うん、スクワットしたり、うん、まあ、ただただ乗せてテレビ見たりとかでも OK だという商品なんです。腕とか足乗せてお尻でもいいんですけど、その上に何がどうなの、電気の力でねギュッギュッてこう筋肉を使うような、でこちらがこれがね新商品で4月の半ばに出たものになりまして、 EMS ベルトと、あ、お腹に巻くというタイプですね。まあ、まあこれはかつてからなんかよく見るようなやつでしょ。そうですね、こう巻いて、はい、仮面ライダーみたいになりますね。ピコピコピコってなるやつね。はい、これが出たということなんで、まあちょっと一度やってみましょうか。はい、普通こういう EMS のベルトってなるとジェルとかを塗るパターンが多かったりとか、それが結構ねめんどくさいっていう評判なんですよ。でもこれは霧吹きでピュピュピュと水かけるだけなんですよ。これ水かけてで電源オンにしていただいて、まあ前腕をじゃあ置いてみましょうか。置いて、おー、きょるな、うまいな。あれいきなり食うな。今また弱ちゃいます。おー、きおるな。1ですよ。もっともっともっといってもいいんじゃない。こんな来るの。ほんでもうちょい強めてもいいんじゃない。ちょっと待って、強めんの。おー、ほんまや。わー、これ舐めてたあかんわ。これちょっとあかん。2でもきついで僕これ。ちょっとね濡らしすぎたかもしれないですね。濡らしすぎたかも分からへんな。うわー、これモードってあるじゃないですか。はい、それねちょっとね多分30のやつが低周波と呼ばれてるところ、低周波、中周波、高周波となってて、でね、モードを変えて30から3000とかになります、うん。なんかピクピク来てるけどね。はい、なんかピクピク来る、そうなんですよ。それね、なんかモードによってはピク。これだ、左手もピクピクしてるよ、これ。はい、なるんですよ。これわざとじゃないですもんね。もうわざとね。こんなんでうまいことできひんけど、ピクピクしてる。はい、だからこうやって腕を使うという。これ、鍛えてるわけ？鍛えてるわけですよ。あー、引きつる、引きつる、引きつる。おお、ああ、さあどうでしょう。お腹はそんな、あ、来た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 。すね、おお、しびれるしびれる、か、しびれる。これは何してんのこれ。それ電気の力でこう腹筋を収縮してるんですよ。腹筋を収縮。はい。これ動かしてるわけじゃないですよね。まあ、さ、力入れてるわけじゃないですよね。もうちょっと強しようか。あああ、きつい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 わきついわ。まあまあまあ、これが耐えれる限界ぐらいじゃがな。結構くるでこれ。いやでもそのぐらいせんとね、やっぱ効かないというか、ジンジンきたきたみたいになってますやん。ほらほらほら、勝手に体がね。え、せっかくなんでこの状態でさっきのマットの方も導入して、ちょっとスクワットもしてみましょう。もうこのままこの、あー、来るわ来るわ。もうこれね、罰ゲームでやってるのこれ。何で、そんなに3、あー、まあ、3来てるな。これ今1やで、もう僕1で結構来てます。1で来てるよ。それをこうスクワットなんかいらんやろこれ。スクワットなんかこれ結構だから、その足の裏だけに来るのかなと思ったら、足首から膝下ぐらいまでこう来るでしょ。ここまで来るよ、ここまで。意外とね、今1やで僕。そうなんですよ、結構来てるよこれ。2にしたらもう2であかんわ。2で嫌な、嫌やな。来るな。1でもすごい、あの電気風呂入ったみたいな感じ、ね。あ、そうですね、ビリビリビリっとこうね、昔の銭湯にあるんですよ、電気風呂。僕あの電気風呂も弱いね、入らへんもん。
あーなるほど。あでもこれモード変えるとちょっとまたちょっと違う刺激でしょ。違う刺激、ね、モードが変わるとなんかピッピッピッってなったり、ピッピッっていう感じ。これはピッ、さっきのもニワーニワーっていうニワー伝わってんのかなこれちょっと腹筋もこれで、あ腹筋もこれモード変わんねんね。変わります変わります。腹筋もこの速さ変わったりするんですよ、うん、もしかしたらですけどこれね、脂肪が少ない人の方がよく電気通る可能性もあるんですよ。脂肪が、あ僕らみたいな、はい、だから森脇さんで言うと多分ね弱めでも結構効く。あじゃあ長谷川さんにやってもらう。そうですね。さあということで、ダイエットでおなじみ長谷川ちゃんが来てくれました、はい、まずお腹からいきますか。そうですね、まあいきなり行くとねあれなんで、はい、じゃあこっちまず押すね。ピッとした、はい、痛い電気来た来てます。あでも全然余裕です。そうやろ、もう一回行くと。今もう一回押してみ。なんかもっとビンビン来てる。やっぱあれかもしれないですね、はい、今全速力やけどお腹があんまり動いてない。動かない。なんでや、動いてないですか。動いてない。でも本人的には締まってる感じはあるん。あめっちゃあります。これはグニューニュー、あなんかズーズーズーってなってますよ今。え、次ただ見た目は一切わかんないですねあでも聞いてますよ、中がすごい。いやそれ分かってるね、中は分かってるけど全然動きがないな、はい、動かないですね。なぜなんですかね。やっぱこれが脂肪の力なんですかねあ来た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 、あーなってるなってる、なってます、うん、あーなってるなってる、あー来てる来てる来てます。ちょっと分かりにくいないやでもまあ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 来てますよ、はい、めっちゃ心地いい感じです。おその状態でじゃあ足も行きますか。ちょっとそのふくらはぎを乗せて、ちょっと座ってちょっとふくらはぎを乗せてみますか。座ってふくらはぎ乗せて、座って、あなんかマッサージ機みたいなあ。あ全然余裕ですね。マッサージ機みたいやろ、はい、もっと強めますか。あ全然長谷川さんやっぱ、あやばい、ちょっとあビクビク鳴り出しましたね。ちょっとピクピク鳴り出しましたね。やっとやっとやっぱ長谷川さんだいぶ強めの電気を流さないと。今マックスですよ。長谷川さんマックスにしないと体が反応しませんね。はい、これが一番心地いいです、ね、でも聞いてる感じはある。さっき僕が無理無理と、はい、聞いてる感じはめっちゃあります。へあ心地よくて、ちょっと立て、さっきの僕みたいにこれで、あプランクしましょうか。なんでマックスしなあかんねん。あマックスにしたら来ます。あ痛いかも。あの30が効くんちゃいます。あ効きます。ようそんな耐えれるね。マックスやで。今何もなって3マックス、ほぼ30、うん、今真ん中にして、あえなんや盛り上がらんな。なんでこの子には電流が効かない。どいてみなんでもっと。ちょっと森脇さんほんまなんすか。全然いきますよ。ああ、ないか。全然大丈夫ですよ。さあここで実はちょっと本題です。おダダン、こちらの商品おのおのおいくらだと思いますか。ちなみにシックスパッドとかで言うと3万何千円からっていう感じですね。この話題の EMS まあマシン、あんまり安かったら機械変のちゃうかっていうとこ思うとこもあるからね。はい、まあまあまあ、じゃああんまり高くて手出しにくいっていうのもあるし、お試しで言うたら1万ベルトが1万円ぐらい、1万円こっち8000円ぐらいちゃう。ちなみに正解はそちら最新の EMS ベルト7700円税込みとなっております。意外と安い。結構安い。さあそして下のシートの方は5500円です。安い。あこれは腹立たんね。でしょ。なんですよ。なんでいや続かなくても、まあはい、まあ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 でね、やっぱねこれこの商品の、まあ、もう一個いいところは薄いんですよね。ペラペラなんで、うん、コンパクトに収納できるという部分もありますんで、なのでこうこれやったら手出ますね。はい、なので皆さんちょっとこちらの動画参考にしていただいて、まあはいね、ちょっと何ヶ月も使うっていうほどまではレビューできてないですけれども、まあ、このリアクションを見ていただいてぜひ参考にしていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。